ズキッチン久しぶりさ、はい、久しぶりいうやつやな、はい、たまにはいいじゃないんですか。シャンのパンが大好きなんでございますね。おはらチャンネルでーす、はいはい、ありがとうございます。ございます。今日はですね、はい、まあキッチンで、はい、料理企画なんですけども、マサコズキッチン久しぶりさ、はい、久しぶりいうやつやな、はい、結構久々の料理企画なんですけども、うんうんうん、はい、今回は小原さんにぜひ作っていただきたい料理ございまして、テーマが夜のお酒、まあ、おつまみとして食べれるおすすめの3品を紹介していただければなと思います。もう簡単で美味しい、はい、酒のあて、はい、チャチャチャっと作れちゃうやつを3つ紹介したいと思います。しかも体に結構いいっていうね。でもそのちょっとした一品でも、うん、やっぱ時間かかっちゃうとか、そう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 、食材が多すぎるとかは NG ですよね。めんどくさいのはノーノーノーでございますね、はいはい、家にあるもので、まあ手軽にできるものだけを紹介したいと思います、はい、じゃあぜひ、はい、一品目から。はい、まず一品目、私の大好きなこの豆もやし、はい、これも食べ応えあってさ、これ体にもめちゃくちゃいいの、これ肌にもいい、やっぱな、うんうん、これだから大好きなんだけど、はい、今なんかはもうこれさ、袋を開けずにレンジへね、今はもうレンジ対応のやつがよう売ってくれてんねん。このままさ、自分で茹でんでもいいやつ、これ、はい、結構これ出回ってるよね。だからこれ600W で3分、はい、これを上にして温めます。袋を開けてはいけませんよ。はい、その間にやな、大豆もやしと一袋と、はい、私が大好きだからこれ嫌いな人もいるかもしれない、このパクチーです。もうこれだけでさ、全然さ、大人の一品になるじゃない。確かに、あの粉のパクチー、あのコリアンダーもあるんやけど、やっぱりそれとやっぱこっちがいいかな。うん、うん、うん、でなかったらまあニラとか、あらためてちょっと水気を。でこれはまあ大体なんか1センチぐらい、1センチ 1.5 センチザク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 と切りますね。で、豆もやしが終わったこちらに、本当はボウルでやった方がいいかもしれない。でこれともうあったかいところにこれをのせちゃいますよね。でこれで、味付けをね、あのごま油小さじ1ってところでしょうか、うんうん、もうちょっとお塩はそうやな、小さじ1は多すぎますね、3分の1ってところかな、うんうん、まあちゃんとお料理好きな人は切ったりすったりしてくださいけど、ちょっと めんどくさいので、みじん切り生ニンニクも売ってますやん、こんな、うん、なこれもここでやってまうにはもう全部、うん、これも小さじ1ぐらい、これは生姜チューブないんちゃう最後、じゃあいくで、絶対出す。これさ、でも最近はもう最後あんまり絞っても出んぐらい、あの、はい、ちゃんと真空でさ、あ、出たな、確かに、これぐらい、これを和えるだけです。めっちゃ早いですね、うん、で好みでコショウ、粒コショウとかあったら混ぜてもいいけど、で、あったかいうちに食べてもいいし、なんていうかな、もう冷蔵庫入れて味なじませとっても冷えても美味しいな、これはな、やっぱ、うん、これで和えて、もうこのまままたあのテーブルに持ってね、はい、なんていうの、ごま油とこのニンニク生姜で、こんなん言うたらあれなんですけど、あのマック鈴木ゆげの餃子の素割りはあれでもいいかもしれない、はい、確かに確かに、うん、合いそうですね。もうパクチーもすごいあの味付けになるからさ、うん、いい味付けになるから、はい、完成でーす。はい、できました。豆もやししっかり食べることができます、はい。1品目もめちゃめちゃ一瞬でしたけども、はい、じゃあ続いては、はい、2品目は、はい、まあちょっとだけまあ火通すかな、フライパンちょっと使いましょうかって、はい、でもパパッとできる、これワインにも合うねというね、パプリカ、全部は使わなくてもいいけど、パプリカ、パプリカを縦切りにします。適当でいいです、サラダじゃないから細くなくてもいいと思います。でキャベツ、量はもう家やからちょっと食べたいなと、さっき2人で食べるときはもうちょっと多くてもいいし、うんうん、なキャベツもざく切り OK、 これぐらい、もう食べる分だけ食べる、まあこれぐらいにしましょう。
で、耐熱容器、電子レンジ OK なやつに並べます。まあ、陶器は大体何でもいけるけど、はい、こんなんも全部もうプラスチックもこんなんでも電子レンジ OK なやつしか買わないようにしてんねん。 あの頭がパニックなんで、これどうやったかな、あれどうやったかな。だからもう絶対にどこ飲んでも電子レンジ OK、 食洗機 OK はもう絶対条件にしてんの。そうじゃないと自分でどれが OK でどれがあかんかったかが分かれへんから、いちいち覚えてないですもんね。覚えてないねん。これはね、もう味付けしない。ここでこうやって並べます。ラップをかけてね、何にも難しくないから、ラップをかけ、ふんわりかけて、これで、まあ、600ワットで2本ぐらいかな。いってみよう。で、こういうさ、野菜もさ、芯残っててもいいから全然、うんうん、ちょっと火入れるだけで全然ちゃう、はい、で、電子レンジの方は何でももう栄養が逃げへん言うやん。で、まあ本当はチューブでもいいんだけど、ニンニクチューブやと油がさ、すっごい飛ぶときあるから、ニンニクまあちょっとみじん切りにしましょうかいうやつ、うん、正しいかわからないんですけど、ちっちゃくなれば OK で、匂いつくじゃないか、このキッチンペーパーの上でやるというね、うん、ちょっとだけちっちゃく切りましたな、はい、で、あとはフライパン。だからこれ今言うたらもう2本の間にできてるやん。ちょっと温めます。フライパンでもちょっと大きすぎたけど、もう小さじ1なのか大さじ1なのか、そこにあんまり火たったないとこにも入れちゃうね。ならオリーブオイルにニンニクの香りがね、はい、でここはもうちょっと強くしても大丈夫で、その間にコンビーフも見ましょうか。まあこれはこういう楽ちんなコンビーフもあるけど、簡単なやつはまあまああの、これはこうやって、まあ、回すやつもちょっとだけ面倒くさいから、この間にもな、ぐちゃぐちゃぐちゃっとなってきた、はい、もうなってきた。ここからはもう匂い立つからすぐ焦げないように、あ、いい匂いしてきた油と、でそこにコンビーフ入れます。はい、これはもうちょっと様子を見に、だんだん崩れていくわ。これでコンビーフも結構油出てくるからね。これあの意外とキャベツと合って、マックさんコーンビーフ好きなんよね。外国生活長い人好きなんかな、これはもう非常食っていうかさ、なんかあの1個か2個は常にストックしといたら、おかず何にもないわっていう時助かるやん。コーンビーフも1缶家に常に置いてるとさ、でまあもうちょっと火通ったなーで OK。 はい、こんでちゃんと火が通りました。でもって、はい、ここに控えていた、まあ、だから野菜なんかも何でもいいよってことよ、うん、キャベツ、ほんのりまだ芯が残ってるぐらいのキャベツ、パプリカに、はい、上にかけちゃって一緒に食べるともう絶対美味しいやん。ちょっと匂いがもう絶対美味しいやん。で、味濃いから特にこれも塩コショウもしてないからね、はい、だからまあちょっと私的にはまああの大人やったらまあコショウとかは、うんうん、粒コショウとかはあってもいいのかなという、塩味はもういらんけど、はい、できました。キャベツとパプリカのコーンビーフのっけ。そんな冷ややっこするのとそんなに変わらない手間っていうんかな、はい、なのになんとなくちょっと特別なもの食べてる感じがするとか。では小原さん、はい、3品目でお願いします。はい、それでは3品目です。これはじゃあちょっと温かめの、最初まあちょっと冷たいのな、まあ、豆もやしとか、まあ、冷やしとったら豆もやし、はい、半分あったかい蒸しキャベツのまあコンビ、はい、次はちょっとあったかめな、はい、温度的に言うたらということで、鶏もも肉とセロリを使います。もうこれだけで美味しそう。私セロリも好きやからさ、先に野菜から使うっていうか、セロリな、セロリだからさ、ピーラーでさこうやってさ、あのなんていうの、この筋を取りたいんやけど、そのピーラーが前も言ったと思うねんけど、あの捨ててまうんよまあまあ簡単にこの一応筋を取っとく、これでもできるから別に。つうことで、セロリはそうですね、こうちょっとそぎ切り、なんていうの、斜め、うん、ちょっとざっくり歯ごたえあった方がいいから、あんまりちっちゃく切らん方が私は好きね、なんでも。でこっちの葉っぱの部分もあの美味しいから、1本っていうのかな、売ってる1本。あとは鶏のもも肉やな、一応これは出しましょう。やっぱりまな板いくら洗うと言っても、肉とか魚やるときはちょっとこういうの便利ですね、うんうん、これはカインズかな、どこの。ということで、これは鶏肉は一口、はい、一口ぐらい切る、一口ちょっとだけ下味つけます、はい、このももの肉、あの一口切ったやつをだ、こういうのもこうしてな、もう確かに便利ですね、なんやっぱり便利やで、今は何でも。
生姜と、そうやな、小さじ1、まあ、もも1に生姜、生姜1で、生姜と油一緒ぐらい、小さじ1ずつ入れました。お酒を、お酒はこれの3、3、3、3、はい、あとはやっぱちょっとお塩、小さじで言ったら2分の1ぐらいか、まあ、パッパッパーでいいよ。これもはっきり餃子の素で今度やってみる。今度そのマックス漬けの餃子の素シリーズでこれやったことない。これも多分餃子の素シリーズ炒めるから、これで入れて下味して、うんうん、なこれちょっとちょっとだけ置いとくだけ、まあとにかく簡単、調味料ちょびっとずつ入れて、油と生姜と塩で、はい、ちょっとあの食べ応えがグッと出るし、肉の旨味がこもるということで、片栗粉ここにも投入しちゃうの、入れちゃうの、小さじ2、もう適当小さじ2ぐらいかなみたい、要はちょっとまぶしときましょう、いうだけの話、はい、そんな細かにさ、やらんでもいい、うん、で置いとく。あとは、はい、もう炒めるだけ、ごま油にしましょうね。ごま油適当、小さじ1、2ぐらい入れて、中火で温めてる間にガラスープね、用意しとく。味付けはこれ、もう、まあ、ほぼこれで OK です。おつまみいうか、まあまあ結構なちゃんとした一品でもあるよこれは。あとはもう炒めるだけなんですけども、私の場合はこのちょっとセロリもね、ちょっと歯ごたえ残ったら方がいいから、ちょっと鶏肉、そうやな、3分の1から2ぐらいも火通ったなってとこでセロリも入れちゃう。で、まあ、下味は大体ついてんねんけど、中華だしパラパラパラーと、もう小さじ2、小さじ1杯ぐらい、小さじ2分の1から1杯ぐらいかって入れる。確かにこれで全然メインになりますね。ほんまやな、はい、ね、なるほど、これはメインにもなるよね、なんか中華料理の一品みたいな、はい、これはちょっと胡椒入れようか。もうこの味付けはお好み、胡椒で、最後仕上げ、これ決めて、レモン汁、まあ、はい、これを上からこう、最後これでさっぱり、はい、出来上がりです。なるべくちょっとセロリの芯を残しつつ、いうやつですね、うん、これも簡単です、ね、はい、簡単です。はい、美味しそうです。はい、美味しそうです。これはいい当てだね。もはや当てじゃないよな。だからもうセロリとかもでっかくてええね、私はね、いいんじゃないでしょうか。3品目完成です。小原さん、ありがとうございました。ちょっと待ってよ、はい、じゃあさ、ちょっと待って、はい、ちょっと一杯ぐらいさちょっとたまにはいいじゃないんですか。シャンのパンが大好きなんでございますねまだちょっと外明るいんですけど、早めの、おいしい、うん、あの飲み残しでもやっぱり、はい、桃色は美味しいということで、じゃあこのパクチーね、豆もやしパクチー、うん、おいしい、もうね、はい、おいしい。あのやっぱパクチーで一気に爽やか、あ、うん、あの豆もやしも、よう袋に書いてる通りやわ、あの通りにやったらひにゃひにゃなりすぎず、はい、水っぽくなくて、はい、自分で茹でるよりちょうどええわ、電子レンジの調理がシャキシャキ感すごいあって、はい、めっちゃ美味しい、はい、グッドです。もうめちゃくちゃ美味しい、はい、あんな簡単、これね、なんかお客さん来てパッて出したら、はい、あのなんかあんな簡単と思わへんと、みんな美味しいってびっくりするかもしれない。確かに確かに、うん、今度ホームパーティーとかの時もええかもな、自分だけのためじゃなくて、はいはい、で、まあ言うたら蒸し野菜のコーンビーフのっけな、まあ、味付けなんかしてないやつな、はい、だからキャベツと一緒にこう巻いて、巻いてとかね、のっけて、うまっ、おいしいコーンビーフの味が濃いから、はい、もう下の野菜は何にも味付けしてないでしょ、はい、もう十分、うん、これも火通しすぎないで、パプリカなりキャベツなりもちょっと
歯ごたえぐらい、はいはいはい、うん、600ワットで2分ちょうどいい、うんうんうん、これはね何でもそうやけど火加減って大事やんな、うん、この食感、うん、確かにこれがあんまり柔らかすぎるとね、ちょっとコンビーフって天才よね、こうするとオリーブオイルとニンニクだけで、はいはい、うまいわ。なんかちょっとしたおしゃれなカフェメニューにもできそうな感じやん。そうですよね、あんな簡単やのに、はい、そしてこのセロリ、鶏とセロリのレモン炒めかな、はい、もう題して言うならいただきましょう。まずじゃあ鶏からいきましょうか。うん、おいしいわ。うん、まあ、自分で作ったらいいのかな、なんだけど完璧これもうセロリのシャキシャキ、はい、最後のレモンでちょっとさっぱり。あでポイントは、まあ、味付けは何でもええっちゃ何でもええのやけど、うんうん、つけてる時にちょっと片栗粉足してるのね、はい、鶏ね、はい、なんかそれでプローンとした鶏になってて、はいはいはい、勝手にとろみじゃないけどより中華っぽさが増す感じですかね、うんうん、おいしい、はい。もうセロリはこれぐらいすごい硬いんですけど、ちょっと硬、うんうん、い方が美味しい、うんうん、もう抜群、はい、最後にね、あの中華だしをこう一緒に味付けするんじゃなくて、揉むんじゃなくて、はいはい、パラパラパラーっとかけて炒めるときになんか捨てる方がなんか全体的にまとわりついて美味しいかな。あ、うん、確かに入れるタイミングも重要かもしれないですね。簡単やけどね、すごい簡単やけど、はい、なんか入れるタイミングと、うんうんうん、この食感みたいなのは、特におつまみとかはなんか、はい、これが楽しくてさ、もう本当にこれ、はい、全部本当おすすめなので、ぜひ作ってみてください。というのもこれ昔ね、はい、結構昔におはらご飯って料理本出したことがあるんです、はい、そのレシピの中に載せてたやつをなんか思い出してやったので、はい、まあちょっとね調味料の量とかずれてるかもしれないんだけど、もうあんなおはらご飯なんてもう売ってませんからここであんな多分廃盤売ってないですか多分売ってない売ってたとしたら、まあ、なんかブックオフと か、はい、なんかああいう中古屋さんの本のとこで、まあね、探すの大変ですから、はいはい、こういうおすすめレシピがありますよっていうのも紹介したいなと思います、はい、試してみてください。ありがとうございました。なんか友達とか、うん、まあ、彼女とか家に来てパッて出せるサクッとこういうの出したらなんか手込んでて料理上手な子やなってなれへん、はいはい、なりますね。